これより会議を開きます。経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。両件調査のため本日政府参考人として内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長三浦貴俊さん、内閣府地方創生推進室次長黒田正義さん、スポーツ庁スポーツ総括官大谷圭介さん、経済産業省大臣官房審議官蓮井智也さん、経済産業省大臣官房審議官門松隆さん、経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ長浜野浩一さん、経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策統括調整官諸田明彦さん、経済産業省通商政策局通商機構部長黒田純一郎さん、経済産業省貿易経済協力局長飯田陽一さん、資源エネルギー庁次長山下雄一さん、資源エネルギー庁資源燃料部長佐田光幸さん、資源エネルギー庁電力ガス事業部長松山康弘さん、中小企業庁次長新井康人さん、中小企業庁事業環境部長飯田健太さん及び環境省地球環境局長小野博さんの出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。稲田朋美さん。委員長。